本放送の制作でお送りしています、あっこのいい加減に旋回、続々と番組を聞いての感想のメールもいただいておりまして、はい、小田原市の美香子さん46歳女性の方です。はい、あっこさん、カジノにいた方が薄着だったという話がありましたが、はい、先日テレビでやっていたんですが、はい、外国人の中には、うん、元々の平熱が高いために寒い日でも薄着で平気なタイプがあるようですと。タイプ？タイプ、はあ、なんでこんなに薄着って私もよく思うんですけど、はい、そのテレビを見て納得しました。平熱が高い、平熱が高いってのは分かりますけど、タイプほとんどが薄着でしたけど。あ、そうですか。はい、慣れなんですかね。いやー、なんなんだろう、みんな平熱が高い。そう、タイプっていう言い方してますからね。もう本当に失礼な言い方になっちゃいますけど、顔もシワシワ、手もシワシワなのに、はい、素足なんですよ。素足で、でも本当にスカーフの薄っぺらいようなワンピースとか。あ、はあ、でも平熱高いって言われるとなるほどと思いますね。これ同じテレビご覧になったんですかね、カミーユさんもね、はい、欧米人はアジア人と違って、うん、基礎体温が高いので、日中の東京の寒さくらいなら、うん、半袖で生活できるんだそうですと。そうかもしんない、うんうん、で、欧米人の体温が高い理由ですが、うん、筋肉量の多さで、うん、発熱量があるんだそうですと。筋肉が多いから、うん、体温が高いと。いや、あんなおばあちゃん、私より筋肉あると思ったら腹立つな。そういうことならっていう関西弁もちろんもちろん使ってますけど。あ、そうなの。へえ、そんな感じでもなかったんですもんね。すごいな。でも納得するような感じはする。納得するような感じで変な。いや、でも基礎体温も高いんですね。あと市原市の、はい、ラジオネーム秀夫さん、はい、あこさん、はい、成人の日に新成人が暴れるって話がありました。はい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 、これ毎年報道されてますよね、はい、と、はいはい、でテレビはなんでそれを報道するのかというのもありますが、うん、またなんでそんな人たちの顔をね、うん、ぼかすんですかと、うん、成人なんですよねと、うん、恥を知るべきでしょと、うん、だったら報道する時も堂々とこんな人が暴れてるということを出したっていいじゃないですかと、うんうん、もう新成人に対してはね、暴れる新成人に対しては、うん、あこさんもっと声を大にして叱ってくださいと。もう成人ですからね、うんうん、ある意味外国なんかだと、その人に迷惑かけたり、例えばその迷惑だけじゃなくて人を、まあ、殺めたりするときは写真出ますからね、はい、日本はなんとか保護法か少年、うん、なんか児童法なんかあるんですよね。まず個人情報、まだ犯罪なんかの場合は、まあ、未成年の場合少年法とかそういうのが守られますよね、うんうん、だから私もその意見に賛成ですけど、反対の人もいるでしょうね、うん、ただあれをやっぱり恥ずかしいって思うのがやっぱ大人ですからね、まあ、暴れたりすることも、ね、いやだって私たちも二十歳の時はあったわけじゃない、はい、全員が暴れてないじゃん。そうなんです、そうなんです。なんで暴れなきゃいけないのっていうのを言ってもわかんないのよね。だから取り上げない方がいい。またテレビで取り上げるときに暴れる新成人を映すと、スピーチをして困ってる大人も映すじゃないですか。例えば市長なりとか、うんうん、まあ、来賓の方、はいはい、その対比でなんとなくちょっとこうコミカルな感じにまた報道する場合もあったりなんかして、うん、コミカルって言うと変ですけど、いやだから微妙なんですけど、私は昔そのあんまり貧困法制じゃなかったですから、はい、その時に隠れてやりたい時と目立ってやりたい時があるんですよ、うんうん、で単車なんか乗ってた時はやっぱり集団で乗った方がなんか迫力あったし、1台とかおい5回で2台でいや行っても全然おもろないほな何時に集まって行こうって言うてるだけで、はあ、人がなんか嫌な顔して見るじゃん。それが良かったりもしたんですが、はい、これは経験者は語るでだからもしね、そういうのやれって決まってないわけだし、で結果お酒飲んだりタバコ吸って OK っていうのは何でも近くなんだから、そういう人たちも大人になってくるわけじゃん。言ってもダメなのよそういう時はね。それ
されていない新成人の方が圧倒的に多いわけですからね。多いです。そうです。そうです。本当に心待ちにしてる人がいるわけですから。でさっきも雪だったのが雨に変わっただけでも一日の雨っていうか、あ、もっと気をつけてほしいなとか、着物だったらじゃあ防水スプレーとか今あるからさ、かけた方がいいかなと思って、もうそういう人たちは人握りなんだけど、芸能界でもそうですよ。なんか何マリファナとか坂井紀子さんみたいなことがあると全部がなんか芸能界すぐ復帰できると思われたりね、はい、ちょっと話はそれましたけど、そうじゃありません。一生懸命頑張ってなんとかヒット曲出したいとか、なんとか紅白出たいとかって思ってる人がいる中で、そういう人たちは一握りで、でも食べていくためにはそれしかないからやるんですけど、取り締まりを、まあ、顔を写すっていうのは私も賛成です、うん、もう成人なんですから、うんうん、大人なんですから、ね、まあ、いろいろ法律上の問題があるのは幼稚も分かった上でね、うん、そういうことですよね、はい、これ一方で頑張ってるということで言うとですね、はい、千葉県市原市のラジオネームケンケンさん、はい、48歳のトラックドライバーの方ですが、武田信弘さんのブログをね、うん、見ました。はいはい。アッコさんからいただいたお年玉の、はい、まあ、武田さんがいただいたお年玉の、はい、アッコさん直筆の文面がブログにアップされてまして、はい、あ、そうですか。これがとても素敵でしたと。そうですか。こんなメッセージをもらったら本当に嬉しいですし、やる気が出ますと。あ、そうですか。またこの文面の素晴らしさを皆さんに知ってほしくて思わずメールをしましたということで、あら、武田さんがこれアップしてますね。確かに、確かにアッコさんの字ですね。監督になっておめでとうって偉いねって書いたんだけど、確か。いや、その通りです。はい、綺麗な字でですね、はい、綺麗な丁寧な字で、はい、明けましておめでとうございます、はい、昨年はよく頑張って監督の資格を取りましたね、はい、あなたの努力はみんなに認められています、はい、今年も自信を持って頑張ってください、はい、あれ、そんなの武田出してんですか。これは武田さん嬉しかったんじゃないですか。あ、バカチンだから放送ではね、バカチンだとかいろいろね、はい、言いますけれど、こうやっていやいや、これ電子に当たってですよ。ああ、もう出してんですか、あいつ。これ大丈夫でしょうね。5時になった時、これ10月から書くんですよ私。あ、そうなんですか。はい、まあ、今一人一人の文面考えるの大変ですよね。 そうなんですよ。でみんなやっぱりそれぞれ違うじゃない。はい、だからまあこれ出たから言いますけど、松村邦洋なんて普段は頑張れとか言うんですけど、痩せろと、とにかく。でないと自分自身がダメだし、健全な肉体に健全な精神で、うちの吉村明宏には何事にも一生懸命さを失うなとか書きました。なんか一人一人の様子を、そうなんです、見ていて、あこさんが感じていることを、はい、でもなんか複雑ですね。武田そういう風に出してるんですか。こう出すって分かってんならもっといい文明あるけど。いやらしいな。だって私いやらしいな。そうじゃないからいいんじゃないですか。うん、まあそうですけど、これちょっと途中でドローンしやがって。しやがって。いや、ご来光を待たずに。待たずに。だから誉れちゃん、沢誉れちゃんもいたんですよ。すごいメンバーですね。そうそう。沢誉れちゃんもいて、サッカー談義とかしながら、誉れ、はい、ちゃんも何？朝日までってとんでもないっつって、まあ明け方、はい、まあ、でも明け方、うん、明け方です。だってもうみんなで揃うのが1時半とか、そうですよね、それぐらいですから。紅白終わって、紅白のね、いや、アコさんもそうですけど、サワさんは紅白のって何ですか。2人とも紅白ですか。ちょっとアコさんは、はい、紅白といえばもちろんアコさんですが、はい、サワさんも紅白歌合戦に審査員、はい、審査員に出演されてましたもんね、はい、でそういう意味ですよ。アコさんは何回も出てるか当たり前ですがという意味ですよ。伝わってませんね、はい、すいません。でそれでマネージャーにもう朝ね、はい、じゃあおまりちゃんそろそろ帰んなとかっつって、4時半ごろ、お、竹ちゃんはとかって言わない。気づいたの。みんながあいつはドローン系ですから。なるほど、はい、もう今年こそ結婚しますって宣言してましたけどね。相手いるのかって言いません。結婚する気ないように見えますけどね。うん、どうなんでしょうね。はい、いやでも楽しい新年会でしたよ。はい、大変ですもん、お雑煮だけでも。うん、
力は生まれましたね。あ、はい、そういうバーなんですね。はい、ありがとうございます。我々1月1日の、はい、